ウニクス神里は、埼玉県小玉郡上里町に2007年8月8日に、開業したネイバーフット型ショッピングセンター。ウニクスとしては6店舗目で、埼玉県内では3店舗目となる。本庄駅南口に立地していたサティや、上穂原駅付近に立地していたジャスコが、相次いで閉店し、駅前の商業空洞化が激しい中、小玉郡、本庄市エリアでは、 初のショッピングモールとして開店した。一般的なモール型ショッピングセンターとは違い、少々圏型 SC などでポピュラーな、独立型テナント方式を起用している。小玉郡各町、本城市をはじめ、高崎、伊勢崎、藤岡、深谷、よりい、秩父などの各方面から自動車によるアクセスがしやすい立地である。ウニクスかみさの各店舗は、八尾高神里店で、 アップスケール型となっている。近隣の店舗としては、本庄市内に小玉バイパス店及び小玉南店がある。オープンの時点で、埼玉県最北の映画館で、埼玉県の群部では、初の映画館であった。旧スクリーンあり、計1609席。2007年8月15日にオープン。アイシティシネマなどでも使われている、フランスキネット社製の高級シートを採用している。 一人二つの肘掛け付き。9月下旬、U オンライン発見機場に時計が設置された。各スクリーンの座席数は、ユナイテッドシネマスクリーンを参照。出店店舗、営業時間の詳細は公式サイト、ショップガイドを参照。ありがとうございます。